行きます。キャンプ行きます。お願いします。暑い。明日よろしく。はい、お願いします。魂のトーク。魂のトーク。お願いします。テーマとかないからね。俺らので追いやられちゃったから。まあね、20日に変更にした。そうなんです。よし。よし。アドマさん、クッション買おう。ん？クッション買おう。一の。一のクッション。最近多くて。依頼が？依頼が多くて。いいじゃん。親バカだから。あ、親から親もなし、友達もなし。でもいいんじゃない、それだけ応援してくれてる人がさ、増えれば。復帰キャリティです。キャリティでしょ。
当に1回の練習とか本当に1日の練習っていうのを無駄にしたくなくて、みんなも分かってるとね、そこしっかりとみんなでやっていきと、あの重要ね、なのでしっかりやっていきたいと思います。しっかり倒して明日のリブレンしっかり準備できるようにしてください。今日食事後ミーティングもあるので寝ないようにおります。やってる。ボールしっかり、俺のさ、ワストお前遠いとこに置いてたじゃん。そういうのやつさ、お前強くなれないよ。本当に。俺にはまだ一生もできてないんだよ。まだまだアマチュアなの、これが鍛えますよ。はい。期待しといてください。やりました。ちょっと気づいてました。働いてるところ。実は気づいてましたよ。たまたまやってる時取らないでください。いややばいね、その言い方。たまたまやってる時の最近ぐらい。ここしかなってない。前ですよ、10番まで。マジでメイロえぇ、ポーハン。Now interview in Japanese. Oh, interview, yes. Oh, 問題ないだね。Say something about tomorrow training. 明日は、ちょっと大変なことですね。大変ですね。みんなちょっと疲れる。でも頑張ってくれ。頑張ろうぜ。素晴らしいじゃん。今のアイス。Traduz. Amanhã vai ser muito treino. Hoje foi muito cansativo e não bater que dor, vamos esforçar, vamos ver assim. Ele falou da manhã. Amanhã vai ser um treino muito difícil pra gente, então, só que nós temos que se esforçar bastante. Não. Já falou. Encerra aí. Finish. About today. Nice training. So, ah, ah,難しいよ。今日はいい練習しました。みんないい感じ。わかった？違うね。いい感じだった。いや、みんないい感じだった。